はい、今ですね、千葉県の酒々井ってとこにいます。ね、成田、タイに行ってたんですけどね、タイから、戻ってきてですね、今、東関東自動車道を、東京方面に向かって走ってるところです。で、途中、まあ疲れたんで休めるんですけどね、この酒々井のパーキングエリアで休んだところです。で、本日2013年、平成25年の、日にちがですね、1月の22日です。でちょっと横浜で用事あるんで横浜に寄って地元の浜松まで帰ろうと思います。で今東関東の上これから入ります。酒々井の僕から大体どのくらいだろう、50キロぐらいかな、東京インターまで。途中湾岸線首都高東関東自動車道から湾岸線に入ってレインボーブリッジ渡って新宿方面行ってですね、まあ、新宿手前渋谷から首都高3号線で、川崎で降りて、ちょっと川崎で降りてるんで川崎で降りてます。で今ここの東京のインターから51キロ地点にいます。次のインターが桜インターですね。